半前岩先生です。2016年、ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になったなり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半前岩先生です。2017年は世界第2位でした。今年ですね、2018年、11月になります。私のライブ投資のですね、投資方法をご紹介いたします。でですね、こちらがバックなんですけどね。今こちらデモですね、デモで。見せてますけど、ハイアンドロー社ですね、これをライブ投資するときですね、注意ということで、ただ私が許可取れてません。私のように世界的にね、各国じゃないけれども、国のじゃない、国というかね、免許を持ってるね、投資免許を持ってる、それ以上の私はスペシャリストなので持ってます。ね、投資免許って今、ありますでしょ。財務管理局長で行動を持ってるわけですね、バツバツって。これが、免許なんですけど、投資免許なんですけどね。私はそれは持ってませんけど、世界オプションスペシャリストとして先生、その投資、そのね、専門家、超専門家としての、スペシャリストに、世界スペシャリストになってましてね、それ以上の免許の、それ以上の免許を持ってるわけです、現在ね。スペシャリスト、世界のスペシャリストということでね、指導者ということになってまして、一番のね、指導者、財務管理局長と各自ありますけども、世界的な、その、財務長に指導する先生ということになってます。世界スペシャリストなのでね。そこら辺ね、免許よりか上ですから、まあ免許もお金払えばもらえますけどね。600万預けるんですね。そのうち預けとこうと思いますけど、免許発行しますけども、同じように免許みたいなものを持ってまして、ね、スペシャリストの免許を持ってまして、世界。指導していいという免許を持ってます、先生もね。普通安易に先生はできませんので注意してください。それでですね、投資方法をお教えするんですけども、私のやってる投資をライブに対して、これ今デモでやってますけど、ライブで教えるわけですけど、どうやって投資してるかということですね。で、このようにね、実際シグナルはこれからインジケーターから出たときにどうなってるかということをご紹介します。違法にやってませんよって、許可もらってやってますよということですね。で、この方法も自動売買じゃないですけども、スペシャリストとかそういう財務管理局長の免許を持ってる人とかね、そういう人じゃないと許可取れませんので注意してください。自動売買じゃないですけど、こういうふうにしてます。シグナルが出ますとですね、これ手使ってます、ね。手使ってますね、下にいる、これはちょっと外れたな。どうしたら、ちょっと待ってですね。シグナルが外れたね。ああ、わかった。これがわかった。こっちも行ったから。ごめんなさいね。例えばこう、コーンに表示されてましてね、シグナルが出ますとこうなります。FGDUSB に上に貼る。FGDUSB、俺なぜ出ないんだ、これ。これが来なかったかな。ちょっと待ってね。もう一回。USBGPY 上に貼る。あ、アドレス選択してなかった。こうだね。これで OK だと思うね。EDRUD。下に、いる。
このようにね、シグナルが出ると自動売買禁止なので、ここで通貨区の選択は自動できます。で、ここのまま取引自動でやると違反になりますので、ここでね、打つとこう待ちになります。それで、こちらで私は手入力で打つわけですね。ライブ投資の時は、こうやって取引します。で、ただね、誰でもいいってわけじゃないです。財務省管理局長の免許を持ってるか、スペシャリスト社、世界スペシャリストになってる、ね、監督官、財務管理局長の監督官であるということですね、私はね。スペシャリストなんで、世界一なんで、世界の、そういう指導者として、指導者とか先生として資格を持ってます。ね。で、で、許可もらってるんで、誰でもこのね、自動売買じゃないですけども、通貨区選択するというまで作るということはね、自動売買でいたずらする人がいるんですよ。ですので、許可は取れません。私だけです。で、ちゃんと私の場合は、許可を、了解を得てやってます。ね。下にメールありますけども、そこら辺をね、よく知っていただきたい。こういうふうにですね、通貨国ですね、こう、ね、ここからシグナルが出たときですね。シグナルが出たときどうなってるか。シグナル出て、ね、すぐ霧に投資できますね。こうシグナルが出ますでしょ。そう、こうなります。自動で。LDGTY。ここまで全部何もやってません。シグナルが来たらこうなります。そこでクリックします。私が。自動売買禁止というふうになってますので、これを守らないといけないんですね。で、ここでチェック入れるんですね。上か下か自分で判断して入れるわけです。ね。わかります?で、もう一度やりますね。通常こう見てるわけですね。それで、こう。何もいじくってません、私は。ね。上に、貼る。ね。そうすると、この1、3つの位置がありますね。15分、15分はね。それで、ここで止まっちゃいます。それで、私の判断で自動売買禁止なので、ここで止まっちゃうんですね。取引しないんです。ただ、ここまでオートで通貨国を選んでくれます。それで私がクリックすると。自動売買禁止なんで。で、この方法も通常は禁止ですので。自動売買じゃないですけれども、許可というかちゃんと、ね、資格持ってる人じゃないと許可は取れません。自動売買してしまいますから、隠して。こういう、で、あとスイッチを押すだけでしょ?ね。だから、みんなスイッチを押してやっちゃうんですよ。そういうような人でない、ね、財務管理局長で免許を持ってる人、または、ね、世界バイナリーオプションのスペシャリスト社の免許を持ってる人、そういうちゃんとした免許というわけじゃないですけど、免許よりか上ですね、先生の資格を持ってるっていうことですね、そういった。ね。それで許可取ってるんですね。だから誰でもできることじゃないんですから、通常ね、皆さんがやるときはこうやってください。私は許可取れてますけど、他の人許可取りませんか。ね。例えばこう。こうですね。LDGTY。あ、これはダメだ。あ、これはごめんなさいね。これは間違った。操作の仕方間違った。もう一度いきますね。これね、これは通常はこうやってください。例えばシグナルが出ますでしょ ?LDGTY。何も。上に、貼る。音声だけの指示になります。そしたらね、この AUDJPI ってありますから、AUDJPI ってやって、こう自分で選択するんですよね。これ手で。それでこの3つを選択するのね。それで、今、場合でしょ?だから上に選択するわけです。このようにしてください。許可取れるものはいいですけどね。免許持ってたりとか、ね。
の方はいいですけども、で許可もらってください。じゃないともらえません。だいたいいたずらでね、自動売買しちゃいますから。で、こういうふうに止まる、こういうふうに、通学分の選択もこうやって手で設定してね、全部こう教えますから、こう。GDP 上級外、上に、買う。ね。で、今度 GPP でしょ。これ自分でこの選択として GPP とかで下に下ろすわけですね。GBP、JPI ってね。ここ出てきますから、この3つのうちどれか。一番いいところね。ね。だいたい10分から15分前までの間隔で分析してますから、こっちはこの間なんですけどね。それで上か下か取引すると判断してね、やります。で、スペシャリストの販売用先生は許可もらえてるんで、あと、免許持ってる、外務管理局長から免許持ってる人ね、は、許可取れると思うんで、このようにしてください。こういう、この許可取れた人はね、こうやってます。シグナル発生ね。これ、シグナルが出ますと、INR-USB! あ、いけない。また間違えちゃったか。ちょっと待ってください。また間違えた。どうして間違ったかな？あ、ここに置いちゃったからまずかったかな。ちょっと待って。ここに置けばいいな。ここに置いて。まぁ、ちょっとここに置けばいいんだと思うんだけど。ちょっともう一回やりますね。なんで間違ったかな。このようになります。LDGPY! なんで動かないんだ、これ。狂ったな。ちょっと待って。そうでしょ、ここで入っておかないって何だろう、なんか間違えたかな、これ、あ、これはしてなかったかな、これでね、ただこうなってる時でも動くはずなんだけど、ね、こう向かってますね、あ、出てきます、 GDPUSB で、何もじくってないでしょ、これ回すね、これ自動で動きます。上に、軽っ。で、この位置ね、左のところに、15分ですから、10分前から15分前のところに選択してくれるんですよ、自動でね。それで、この配慮来たんで、自動売買禁止なんで、ここで転入力しますよ、ね。許可をもらえた人はね。免許持ってってね、許可取れた人ね。で、ここをクリックします。ね。そういうことをす、こういうふうにね、マウスにプログラミングしとくんですね。いろいろマウスでも、ゲーミングマウスとかありますよ。簡単にね、プログラムできますから、それを使ってね、こういうふうに、通学校だけは選択するって。投資のこの了解はしない、自動売買禁止になってますから、止めないといけませんね。で、こうやって来たら投資をするって、ね。もう一回行きますね。で、こう来ます。CODJPY! 今度通学変わりますでしょ？これ来るはずなんだけど、ね。下にいる。ね、こう来ますね。選択したわけですよ。コンピューターがね、位置を選択して、この位置に持ってきた。で、通学自動選択してます。ここで、下ってことですね。今の指示、セールって出てきましたから。CADJPI ね。ね。で、ここで自動でやっちゃうと自動売買禁止ですから、ここで止まって転入力となります。通学選択とここまで持ってきます。で、これ了解で本当にいいですかということを判断するわけです。で、ここでどうやって判断するかというと、これ CADJPI でしょ？あ、いけない。違うのを知った。CADJPI だから、ね、この CADJPI のとこを見るわけです。で、この波形がね、本当にいいかという見るわけです。ね。で、本当に落ちそうか、上がりそうかという確認をとって、それでね、ちょっと待って、変なのが入っちゃったな。
まあいいや。で、投資します。だから、完全に自動売買禁止になりますから、ここで、ね、この判断はやってると。で、免許を持ってる人ね、また、それ同等以上のね、ちょっと僕、バイナリーオプションのスペシャリストの先生なんで、同じように、それ以上の免許持ってるわけですね。世界スペシャリストなんで、先生なんでね、スペシャリスト。で、国には免許ないところもありますね。財務管理局長の免許なくてもいい場合の国もありますけどね。日本は特にダメですね。ということで、こういうことでも許可もらえる人っていうのはこういうことですから、ぜひ注意してください。真似しないように、ですね。それこそちょっと指導いたしました。どうもありがとうございました。